白川陸斗 VS 山本拓也。はい、ただいまより本日の第5試合フェザー級スペシャルワンマッチを行います。青コーナー170センチ65.70キロ、10戦8勝1敗、千葉県出身、グラチャンフェザー級ライト級チャンピオン、グラチャン2階級王者、山本拓也。赤コーナー173センチ66.00キロ、18戦10勝7敗、大阪府河内長野市出身、なにわのトリックスター、白川レクト。レフリー柴田明。今年にはライジン MMA ルール、各ラウンド5分の3ラウンド制で取り行われます。ロープ掴んだり肘をかけない。クリーンファイト。レディー、ファイト。打ち合わせ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 
人は YouTube 見てくださいよ。いやもう最初から山本選手打ち合いに来てくれて、バチバチな感じになりましたね。いや強かったですね、山本選手、ありがとうございました。僕去年の8月に、横浜ここっすね、ライジーデビュー戦して、でその時に情けない結果と内容で負けてしまって、で、まあ、本当にたくさんの期待してくれた人とか応援してくれてる人の、信用とか期待を裏切ってしまって、でもそれが悔しくて日々本当にこう努力して毎日毎日やってきました。でやっぱここライジンであれ以来3連勝ということで、まあ少しは成長できたんかなって思ってます。んで、まあこれからも僕は挑戦し続けたいんですよ。ずっと精進したい。うるさいぞ、噛んだからってうるさいぞ。挑戦したいんで、俺年末まあ1ラウンド KO やし、次斉藤ちゃんぽんあそこまで苦しめた平本やらせてください。年末に皆さん嘘でもいいから拍手してもらっていいですか。ああ、嘘でもいいから、ありがとう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 、すいません、すいません、ほんまに。そう、ちゃうんですよ、勝てるからとかもちろん自信はあります。ただ俺は強いやつとやって挑戦したいんですよ、挑戦し続けたいんですよ。だからぜひお願いします。あ、それと最後、すいません、なかなかと僕もついに言う時が来ました。 YouTube チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。見事に打ち合いを制した北川選手に今一度盛大な